はですね、こちらカナン紹介していこうと思います。こちらですね、そのまあそもそも、まあ、漫画の紹介というよりかは作品の紹介という感じですね。その2008年12月にもうチューンソフトの方から発売されたコンピューターゲーム渋谷っていう428って書いて渋谷ってやつですね。それのそのボーナスシナリオに組み込まれているそのタイプムーンが協力したボーナスシナリオを題材とした作品になってます。でゲーム、アニメ、そしてコミカライズって順番できましたね。ゲームは自分やってないんですけど、アニメマジで良かった。本当にキャラクターが自分にとってドストライクで、いやマジ面白かったんですけど、そのアニメを自分の大好きな漫画家さんである石田明さんがコミカライズしたっていうんだったら、それは買わないわけにはいかんすわってことで買っちゃいました。超面白かったです。やっぱりその漫画には漫画の独自の展開、独自の描写っていうのがいっぱいあるから、アニメを見て面白いって方は、アニメを見て面白いと思って漫画が好きだっていう方はこれもいいんじゃないかなと本当に思います。はい、いやー面白かったな、面白かったなって、このカナンっていう存在が当時の自分にとって結構刺激的だったなと思います。これだいぶ古いです。ゲームは2008年ですし、漫画はこれ2010年です。なのでまあもうかなり以前のものですけど、まあ良かったですね。そのこの作家さんってそもそもその他にも魔王優とかも書かれた方で、その時にも話 したかなって思うんですけど、その省略するところと見せるべきところってのはすごいなんかしっかりしてて、その漫画しいというか、結構シンプルなところも多いのに雰囲気はちゃんと感じるというか、他にもその今回ってそのこの主人公と、あと主人公に相対する敵さんがその結構バトル繰り広げるんで、少女の体なんだけど細いんだけどしなやかで強靭でみたいな、そういういろんな要素がもう詰まった感じのフォルムがまた石田明さんっぽくて良かったですね。はい、作品的にはまあアニメの存在感やっぱすごかったかな。うん、アルファルドの存在感とかやっぱアニメの方がひょっとしたら 上かな、まあまあ、どっちが上って話じゃないけど、うん、アニメも漫画もどっちもおすすめですね。ちょっとあのタイプムーン信者のところから自分はそのこの作品に出会ったんで、若干入り方は不思議なんですけど、まあでもよかったな、このアニメ見よう。うん、石田明さんいい作品です。どっか ちら見せできる魅力的な場所、うん、どこもかしこも魅力的だね。かわいい。はい、やばい、なんかゾワッと喋ってたからもうこれ以上話すことがないかもしれんな。うん、まあすいません、あの繰り返しかもしれないですけど、やっぱ漫画というよりかはこう作品の紹介の方がいい気がするわ。あのアニメの方が多分見やすいと思うんで、まずそちらを見ていただいてって感じかもしれませんね。はい、ということでちょっと早いですが、まあこういう時待っていいでしょう。角川コミックスカナン漫画石田明さんの紹介になりました。では次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。